オーストラリア出身のフィリックスはジェンダーレスな美貌とギャップのある低音ボイスで世界を魅了する注目の存在2023年8月ルイ・ヴィトンのアンバサダーに就任2024年5月にはメンバー全員でトミー・ヒルフィガーのカスタムウェアを着用しメット柄に初参戦するなどファッションシーンでも大活躍中 そんな世界的ファッションアイコンの地位を築きつつあるフィリックスの24歳の誕生日、9月15日、を祝して最新ファッションをお届け。ニューヨークで行われたトミーヒルフィガー2025ハルカコレクションに出席。ゆったりとしたサイズ感のピンストライプ柄のセットアップをクラシカルに着こなしつつ、足元は白スニーカーで抜け感を出して、ストレイキッズのメンバー、 リノとニューヨークに向かうフィリックスをキャッチ。優等生ムードなトミーヒルフィガーの白ニットとは対照的なダメージジーンズを合わせリラックスした装いでニューヨークへ。バイカラーとモノグラム柄で構成されたナイロンジャケットがこの日の主役。スポーティなスタイルには旅に欠かせないボストンバッグを添えて品格を急上昇させて。